はい、皆さんこんにちは。はい、金ドゥの上田と申します。金ドゥという団体はですね、何かやりたい人と町内の人物場所をつなげて循環させることで町を盛り上げていこうっていう若者の団体です。はい、で私たちはですね、こちらの今藤倉さんからもご紹介ありましたリアカーゴの、管理、そして町民の皆さんへの貸し出しというものをやらせていただいています。これまではですね、やっぱ公民館とかでイベントやるときっていうのは、大きなテント出して、でそこに長テーブルを出してっていうようなのが定番の形かなとは思うんですけれども、やっぱり何千人も来るようなイベントであれば確かにそういう準備は必要ですが、岩手町の中だとやっぱちっちゃく、例えばですけどコーヒー屋さんをやってみたいとか、何かこの自分が作った、クラフト作品を出してみたいとか、なんかそういうような小さなにぎわいを作っていくことっていうのはすごく大切だなというふうに思っております。で、そんな町の中 で、 ですね、小さなにぎわいを作っていくのには、このリアカーゴっていうのはもってこいかなというふうに思っていますし、これまでも2年間ですね、さまざま活動活躍リアカーゴを使って、地域の皆さんに町を盛り上げてきてもらっています。例えば玉名坊や市場でうまくないでやっているマルシェだったりだとか、あとは道の駅でやった、アトリエマルシェ、建物の中でもですね、リアカーゴは結構目立つので、とてもいいかなと思ってます。あとは外で川口のところでも復活ゴンボイチっていうような形で、やっていたりで、ゴンボイチのチラシはあちらありますけれども、本当にこのリアカーゴの、出るっていうことが定番になってきていますので、リアカーゴが出てるときにはゴンボイチやってるぞというような形で大変目立って、いいという声をいただいています。でもこれまでの実績としましては、この令和4年度から2年間で、大体100日間ですね、屋台がリアカーゴが街に出ていっています。はい、なので100回ほどイベントが行われているというような形ですね。で台数でいうと183台、2年間で出てきています、出ております。はい、で先ほどご紹介して しました通りですね、例えば単発的なお祭りとかマルシェっていうのでも使っては終わってるんですけれども、定期的なイベントとかコーヒー屋さんの、日常的な出店とかにもご活用いただいています。出店していただいた皆さんからは、目立つから集客においていいよっていう声とか、あとは可愛い見た目なのでやっぱり私は赤がいいっていうふうに言って、必ず赤を借りていってくださる方がいるんですけども、お気に入りのリアカーゴがあったりだとか、あとはさっと出店の準備が整うので楽ですっていうような声をいただいていたりします。はい、リアカーゴはですね、こちら野口町ですね、歩いて10分ほどのところにある岩手ユースセンターミライトのところで無料で貸し出しを行っております。はい、近くであれば、このように押して街の中でちょっと移動しながら出店場所に行くこともできますし、あとは、夜であればちょっと明かりをつけたりしても目立って可愛いかなと思います。で軽自動車 の2台後部座席をパタッと倒したらですね、1台は乗るような大きさになってますので、もし皆さんの中でもですね、出店を何かしたいよっていう方とか、あとは出店何かイベントをやってみたいっていう方が近くにいらっしゃった時には、一度リアカーゴを使ってみないっていう風な形で声掛けをいただけると嬉しいなと思います。受付のところにリアカーゴ のチラシも置いてますので、ご興味ある方はぜひ持って帰ってください。はい、以上になります。ありがとうございました。